ウィノボルは、元中部日本放送アナウンサー。日本の民間放送で、第一声を発した人物でもあった。東京都墨田区出身。東京工業大学卒業後、大倉省に入省する。1951年、同省を退職し、開局直前の中部日本放送に入社。プロ野球、中日ドラゴンズ戦や大相撲の実況中継、クイズ番組の司会などで活躍。 1959年、同社を退社しフリーに、主に日本短波放送、ラジオ関東で活躍。1981年から2002年まで、リクルートで企業の社員研修を行うトレーナーを務める。晩年は東京都江戸川区に住み、出身地の墨田区でボランティア活動を行う特定非営利活動法人、定年、ドスコイクラブの理事を務めながら、 予定を送っていた。2008年3月18日、自宅アパートの火事により消死した。84歳ボーズ。夏季の第一声の直前に、元 NHK の松内即ん和田信方より、他の第一期とともにアナウンス研修を半年で受けた。ウイの民間放送第一声は、中部日本放送上1090キロサイクルでお送りします。皆さん、 おはようございます。こちらは名古屋の CBC、中部日本放送でございます。昭和26年9月1日、我が国で初めての民間放送、中部日本放送は本日ただいま放送を開始しましたであった。1954年、初のリーグ優勝を遂げた中日ドラゴンズが出場した。 中日球場での日本シリーズ第1戦と第7戦のラジオ実況を担当。ドラゴンズが日本一に輝いた瞬間を全国に伝えた。その53年後、ウイが実況して、以来53年ぶりの日本一となる2007年の日本シリーズ第5戦の模様を東京都江戸川区の自宅で観戦。これまで中日の日本一を見るまでは死ねないと言っていた。私ですが、 思い残すことはありません。落ち合いよ、落ち合いよ。よくぞやってくれたと考えに浸った。しかし、その4ヶ月半後に、ウイは火災で消死した。また、ウイは野球雑誌、ホームラン編集部制作の12球団、全選手から百貨0カメーカ第1号の中継担当アナウンサー名館において、紹介文を担当した。ABC 政治。 日本の放送を作った男フランクババ物語毎日新聞社200ページ ISBN4 から620312479アサヒドットコム民放第一声の元アナウンサー少子社会アサヒドットコム2008年3月24日閲覧東京新聞伝える誇り最後まで民放第一世アナコウイさん社会東京新聞 2008年3月24日閲覧。CBC テレビのプロ野球中継は1959年まで日本テレビともネットを組んでいた。ありがとうございます。